田村智子君日本共産党の田村智子です、えー、桜を見る会について質問いたしますが、大変残念なことに、菅官房長官の記者会見の時間と丸かぶりになりまして、あの質問の順番を変えるのも難しかったということで、あの今日は官房副長官にお越しいただいて質問いたします。これままでででのののの内閣委員会での質問、ま、た野党追求チームへの説明で総理などからの推薦名簿は 内閣官房、内閣府とも決裁行為をしていない、つまりはノーチェックだったということが、もはや明らかになっていると私は思います、この野放図な正体が何をもたらしているのか、今日は資料としてあの1枚配布いたしました、これは我が党の大門三木氏参議院議員にですね内部告発の文書として送られてきていたものなんです。 東京都千代田区のジャパンライフ株式会社山口会長宛てに平成二十七年、二0 1五年、桜を見る会招待状が送られていたえ。ジャパンライフは出資者や顧客獲得のためにこの招待状や封筒の画像を説明会資料に使っていたんだということを示す文書なんですね。でこれはあの、昨年の予算委員会衆議院の方でも、あの、大西健介議員が取り上げて質問もされています。 であの大門議員もですね、繰り返しこのジャパンライフはね、国会で取り上げているんですよ。高齢者を対象に磁気ネックレスなどのマルチ商法を繰り返してきた、極めて悪質な会社です。2014年にはすでに消費者庁から行政処分も出されていました。その代表取締役会長が、2015年の桜を見る会に招待をされ、その招待状が、 ジャパンライフへの信用を示す資料として業務に利用をされていたこれ大変重大な問題だと思います誰がなぜ招待をしたのか調査をすべきだと思いますが副長官いかがですか岡田内閣官房副長官お答え申し上げます、えー、桜を見る会議につきましては各省庁からの意見と踏まえて 閣会において功績功労なった方々などを幅広く招待しており招待者については内閣官房および内閣府において最終的に取りまとめているものと認識をしております個々の招待者についてこれは招待されたかどうかも含めて個人に関する情報でございますので従来から回答を差し控えさせていただいているものと認識をしております 一方で、この桜を見る会については招待者の選定基準が曖昧である等のご指摘をいただいておりますところであります今後、招待基準の明確化や招待プロセスの透明化を検討し予算や招待人数も含めて全般的な見直しを幅広くご意見を伺いながら行ってまいりたいと存じます。 田村智子君これ大変ね、信憑性のある資料をジャパンライフは使ってるんですよ。これ私ね、調査すべきだと思うんですね。でね、この資料でお配りしたものの右側を見てください。平成27年桜を見る会受付表。左の下に60-2357と番号が振ってあります。これは、招待者一人一人への いわばナンバーリングとして、まあ、この資料でなくてもいいですよ、この受付表というものには、おそらくナンバーリングしてあるんだと思うんですねそ、このナンバーリングって一人一人に対するものなんではないんですか、内閣府大塚大臣官房長あの受付表にはあの確かにナンバーを振ってあるというふうに承知をしております、はい、田村智子君。あの これをね見て、それからまた22日金曜日の日に桜を見る会招待者名簿、予算委員会の理事懇談会に提出をされまして、私も見ました、でこの名簿には、受付票番号を示す欄があるんです。 内閣府はその番号を消していますけれども、防衛省とか国交省とか、私、その前日に名簿を受け取っていましたので、見てみたら、これ、いくつもの省庁が番号をそのままにしていたので、あの見てみますとね、この最初の二桁の番号というのは、属性を示してるんですね、各省ね、共通してるんですよ、公務員は20なんです、で審議会の,あの会長さん議、議長さんとかが40、功績者と言われる方々は50番台。 これ全部統一されているんですね。で、あの、二点確認します。一つ目は、名簿にある受付票番号というのは、名簿の受付票番号。開示もされている受付票番号。これは、招待者に送付される受付票に記された番号で間違いありませんかで、もう一つ。じゃあ、六十という招待区分は、どういう区分に当たるんでしょうか。 大大塚大臣官房長あの申し訳ございません、今の2点のご質問、あのちょっと事前にあの通告をいただいたと認識でございません、ちょっと細かな事実に関することでございますので、今、あの直ちにちょっとお答えできるだけのあ情報、持ち合わせございません、申し訳ございません、田村智子君いや、もうね、これ、符号していきますんでね、それじゃあとで私の質問の,あの指摘したことが、これから指摘することが本当かどうか、あのぜひご確認いただきたいんですけれども、内閣府はこの桜を見る会の招待状について、封筒に、 案内所、その他の書類を入れる作業、これ、民間の業者に発注をしています。で、実は私は8日の予算委員会の質問準備の過程で、じゃあ、どういう契約で発注しているのかっていうことを確かめるため、契約書等の文書を意識いただきました。2015年から今年のものまでいただきました。で、2015年の使用書、これは、あの、業者に対する作業指示書。 これを見ますと、この封筒入れの作業っていうのは、実に厳密に細かく決められているんですね、でこれ、例えばですね、招待者の方が公用車を使うことが想定される方であれば、やっぱりあの車の通行証を入れなきゃいけない、運転者の方への注意事項の文書も必要になってくる、また車が1箇所に集中しないように、 この方はこちらの門から、この方はこちらの門からという、別々の案内書を配布してあの、入れているっていうことがわかるんですよ、使用書を見ますとね。であの、これをね、間違いなくやるためには、まずこの方が、この招待者が、どういう属性であるかということを、2桁の番号でずーっと区分してるんです。ずーっと区分してるんです。で、そこに公務員の方が20っていうのがわかるようなあの資料が全部あるんですね。 あのでこれね、またそれだけじゃないんですね、この使用書、つまりそのこういう作業してくださいっていうのを見ますとね、封をするときにも、シールを貼るか貼らないかの違いがあるんだと、各党代表、叙勲者、文化勲章者、総理、長官等推薦者、与党推薦者に限り、封筒の蓋に添付してあるシールで封をすることということも指示がされているんですで。この招待区分の表がもうできています。2015年のものには載っています。 でこれを見ますと、両院議長、各党代表、国会議員、これ10なんですねで、えー、最高裁などの長官や行政議会の幹部、知事などが20、与党推薦者は64、65、まあ、これ、自民党と公明党に分かれているのかなというふうに思いますけれども、総理、長官等推薦者が60から63というナンバーリングが振り分けられています。 この順番で考えれば、私は60というのは、総理が推薦している方の招待区分ではないのかというふうに思います。これ、使用書出してるから、内閣府、確かにここまで細かい通告はしませんでしたが、これ、よくご存知のことだと思います。いかがですか、60というのは、総理の招待区分を示す数字ではありませんか。 大大塚大臣官房長あの繰り返しで恐縮でございますあの、今お尋ねのものも含めまして、あの個別にお答えるだけの,あのものを持ち合わせございません、お答えを差し控えさせていただきたいと思います田村智子君。これも後で、私、質問の後にあのに公開もしますけれども、2015年の使用書には見事にそう書かれているんです、60から、えー、63が総理、えー、長官等推薦者となっているんですね。これ本当に調べてほしいんです。 だって、ね、ジャパンライフのマルチ商法の被害者は、本当に多くが高齢者ですよ。2014年から4回にわたって行政処分を受けている。一部業務停止命令まで受けている。ところが、それを無視して業務をやって、被害を拡大してきたような極めて悪質な会社なんですよ。この会社宛に、その代表取締役宛に、招待状が送られてるんですよ。区分は60で間違いないでしょう。調べていただきたい。副長官、お約束ください。 岡田内閣官房副長官、えー、ただいまのお尋ね、えー、かなり専門的な 細目にわたるものと思いますし、なかなか私は今、その区分番号等について承知をいたしておらないわけでございますので、恐縮でございますけれども、やはり個々の招待者については、招待されたかどうかも含めて、これは個人に関する情報であることに鑑みて、従来から回答を差し控えさせていただいておるところでございます。はい 田村智子君これね、全くふさわしくない人が招待されたってことなんですよ、それさえ調べないなんてことはありえない、ちょっと時間がないので、もう一点指摘したい、この2015年の使用書の招待区分には、実は前年実績が記載されています、これを見ますと、2014年の実績、与党2900人、総理、長官等は3400人とあります、2014年3400人。菅官官房長官は 総理からの推薦は約1000人。副総理、官房長官、官房副長官で約1000人。つまり、総理、長官等で約2000人と答弁をしていますが、2014年の時点で3400人なんですよ。これより減ったということは、私はあり得ないというふうに思うんですね。あの、安倍晋三後援会が桜を見る会とセットで毎年行っている前夜祭懇親会。 あの友田県議山口県の友田県議のブログでは、2014年、この懇親会には約400人なんですよ、前日の夕食会400人、でも今年は安倍総理自身が800人規模だと認められたんですよ、前夜祭で倍なんですね、前夜祭で倍。なのに桜を見る会で、2014年よりも総理の枠の招待者、総理や長官等々の、ね、招待者の枠が減る。 私、これ、おおよそ考えられないことで、総理選というのは、過少な数字ではないかと思うんですが、いかがですか大西内閣審議官、えー、お答えに申し上げます。あの 推薦者なり招待者なりの名簿につきましては、それぞれ、えー、内閣官房、内閣総務官室からの推薦者名簿、及び内閣府からの招待者名簿につきましては、それぞれ1年未満の保存期限ということで、えー、廃棄を差し上げております。まあ、そういいった名簿のない中で えー、国会からの先生方からのご要請に基づきまして、えー、長官が事務方に聞き取りをいただきまして、えー、まとめさせていただいた外数でございますけれども、それを先般、官房長官、えー、説明をさせていただいております、その中では招待人数の外数は、各省庁推薦、各会功労者、各国大使館、国会議員、勲章受賞者など、約6000人程度で、上記以外のもの、このうち自民党関係者、 えー、約6000人程度、国際貢献、芸術、文化等の特別招待者、報道関係者、公明党関係者、元国会議員の先生方、約1000人程度、総理大臣、えー、約1000人程度、副総理官房長官、官房副長官、約1000人程度というご報告を、えー、基本的に事務方に対する聞き取りをもとに、えー、差し上げたところでございます田村智子君。それでもう根拠ないんですよ、総理選 根拠ないですよ。あのね、もうね、分かったんですよ。その皆さんは、封筒に入れる作業は極めて厳密で、招待区分もしてるってのは、これもう事実です。内閣府の資料に書かれてます。そうするとね、じゃあそのシールを何枚用意したんだと。そこからですよ、名簿で明らかになっている功績功労の中で、叙勲者の方とかね、各党の代表とか、これ引いていけば数字もわかるでしょう。ね。 皆さんがその風に入れる作業の中で、招待区分60を一体各年、何人ずつやってきたのか、調べればわかると思うんですね、これぜひお調べいただきたい、お調べいただきたいと思いますが、いかがで分かるでしょ、分かる大塚大臣官房長。 あのそれぞれあの文書ごとにあの保存期限の問題もございます、あの今時点でちょっとそのどこまでどう、あのー、調べるこが可能か、あのー、ちょっとお答えをあのきちんと申し込みはできません、お答えを差し控えせていただきます田村智子君名簿はなくても調べるしべが分かってきたんですよ、分かってきたんです、どういう作業をしたのかということで分かってきたんです、これ、ぜひお調べいただきたいしあの、ぜひこの委員会に報告を求めたいと思いますので、お取り扱いお願いします。 ただいまの件につきましては、五国理事会において協議いたします田村智子君あのねこれね、与党はね、2014年に2900人なんですよ、これ自民党だけじゃないんですよ、与党で2900人、それがね、今年自民党だけで約6000になりますか、私、総理がその中に自分の分を入れ込んでいるんじゃないのかっていうことまで考えてしまうんですよ。 例えばあの自民党の中の文書として、あのね、報道もされているあの今年の桜を見る会は、参議院の改選組は4組、これ、招待状4枚って意味でしょう、1枚であのご夫妻であの招待できるので、4枚、ね、それで非改選の方は2枚、これでね、考えていったって、あの総理などを除いた自民党の国会議員、衆参合わせて392人でしょ、単純計算すると1人15枚は配れることになるんですよ、6000だと。全然ね、数字が合わないんですよね。 これね、官房長官が発表した総理1000これすらも嘘であったという可能性が極めて高い問題です。どこまで嘘を重ねるのかと、どこまで総理の、ね、政治の私物化や、あるいはもう選挙の買収の疑いですから、それをごまかそうというのか、こんなことは許されません。ジャパンライフの問題も含めてですね、徹底的に調べていただきたい、このことを重ねて要求して質問を終わります。